ですか。あれこれ右折できへんかったっけ。あれ昔こっから右折しよう飛びたいってたのに右折できへんだった。マジで、マジで、え、マジで。あ、違う、もう一本向こうか。そうそうそう、これじゃない、もう一本向こうだ。これ一方通行やから昔はね、この細い道を行ってね、よ飛びた見て帰ってたけどね。だって今飛びた通ったところで、あーもう雨嫌やなー、めっちゃ雨降ってるやん、もうなんなんこの雨やん。さっきのが501本目だから、これは502本目か。なんか乗らへんかな。飛び出しんちな。スパイカメラとかさん追ってんのかな。事務所やからな、なかなかカメラを隠す足元。どんなんやったっけ。1個は入り口を上から移して、2個目は、ガモラのでけんかな、面白いのでけへんかな。でもそもそも俺が会社に行けへんか、事務所おれへんかったら来客してもあかんやん。まあカメラ設置したら多少は事務所行こうと思うんやろ。いやでも最初そんな、最初事務所やったら事務所行くんちゃうんとか言って行けへんかったのに、行けへんと思うけどな。まあ、約束があればね行こうかなと思うけど、なんか通天閣の上の方なんか色ついてんな。北海道なんて展望台のとこね、展望台の下のエリア、なんか赤いランプついてるからな。昔はこれ左曲がったとこに何は警察だったの、このワーゲンのボンサイ。アロハンでも行こうかな。そう、ここドンキホーテもあるしね。ここのドンキホーテもあるか。おったんだね、そうやしな。とりあえずはデンデンタウンで押してみようかな。予算はもう1万円までやな、今日は。まあ1万2000円までかな。ネットで1万1000円でカメラ4つ付きのが売ってたから、それよりも安かったら買うけど、それ高かったら、まあ、とりあえずどんなものがあるのかだけ見て。キツネ1号山頂。あー、1号山頂寝てた、寝てた、いちごちゃん。さっき言っててんけど、うちの枠の人間って、大体がね、あれなんですよ、何やったっけ、僕も含めてやけど、何やったっけ、あ、中卒無職、童貞、引っこもりニートだからね、ご飯食べたら、1時、2時ぐらいにご飯食べたら、もうその後お腹が空いて眠くなって、この時間寝てるから、誰も見に来えへんねん。やっぱその世界やっぱ正解、うん、2つぐらい当てはまってるやろ。正解2つも当てはまってるのかな。女の子やから童貞でもないし、引っこもりでもないし、ニートでもないし、ニートでもないや、中卒でもないし、無職だけか当たってるの。そう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 、狐
キツネ153さん、この時間はお昼寝やもんねわら。だいたいね、この枠の主からしてこの時間いつも寝とるから、この時間に配信してることの方が少ないのにね、急にこう今日だけこんな枠開いたところで誰も来てくれへん。だいたいうちの枠の人間なんか夜中に人の枠見てヘラヘラ笑ってアイテム投げてるようなやつばっかりやねんから、ね。キツネ153、うちはお菓子作ってたお。マジで。まあそういうとこ豆よね。豆だわあなた。そう、あの僕ズキッチンもねまたやろうかな思ってるけど、ね、とりあえず何を作るってものがないので。煮込みハンバーグはどうしてもあのやっちょくんの動画が頭に残ってもてるから、もうあれパクってしまいそうやから違うものはやらなあかんやろ。何作ったんやんな、パスタ系かな。キツネ153、リンゴたくさんもらったからリンゴタルト。マジですごいな、もうこれがあるからこれを作ろうなんて思えるところが。キツネ153、ね、ハンバーグ桜よわらわらでも絶対無理、もうハンバーグとか絶対無理、もうだってあれパクってまうもん。もう一緒に、まあ、なんかお湯いっぱい入れてね、うん、でここにハイターを入れます、入れねえよとか絶対言うでしょ。もうパクリやん、それはちょっとな。ハンバーグね、まあこの間ラーメンにねハンバーグみたいなの入れてましたけどね、まあ、肉団子やったけど、肉団子、鶏団子。さっき食べたゲンコツラーメンがすごい気持ち悪い。キツネ153、水入れてハンバーグ崩したりね、わらわら。そうそう、水大量に入れてね煮込みハンバーグですかこれまあ煮込みハンバーグにしても水では煮込めへんやろみたいなあれはね確信犯やからね、ここはね。いや賢いと思うよ、まあ賢いとは言わへんけどね、バカではないと思うよ。もう本当そういうなんていうのかな、エンターテイナー向きの人間をね、思考回路が、うん、分かってるわ、大体ポイントが。冗談やけど怖いでっていうところも分かってるし、だからあのいろんな人ね配信つけてとつったりしてるけど。キツネ153さん、ちなみにうちも今日ハンバーグ作ったわらわら。だって野中君が殴られたっていうかポカってされてるところぐらい見たことあるけど、血まみれになったとかね、すごい殴り合いになったとか、そんなんて一度たりともないでしょ。だからそういうところね、すごい賢いと思うよ、そういう意味では、うん、うまく配信を利用してるわ。で、配信を利用してしつつね、そこに人を呼んでるから、またずる賢いわ、素晴らしいと思う。キツネ153、やちょくんは話し合いタイプやもんね話し合いタイプって煽るだけ煽っといて、向こうが暴力振るう寸前で、いやー警察ほんとうまいと思うよ、まあ、手出したら負けやからね、じゃあね。まあ、若い子はね、そんな、まあ、今やったらもう何回も捕まってんやろから、ね、ほんとよかった、まあ、今のせい。あ、今日水曜日やからデンデンタウン閉まってるやん、マジでか。ちょっと待って、ちょっと待って、5丁目、4丁目って言ってたな、さっき誰か。4丁目のなんとかカード、西北カードって言ってたかな。マジでか、5丁目西、マジか。あ、4丁目や、ここ結構安い。アウトレットと中古パソコン&携帯結構安い。うん、あそこの丸越商会がしまっとんな、ああいうとこかな。うわー、マジか。西北角やから多分あの丸越商会のあそこらへんなんやろな、いつ貼ったん。暮らしの家電マルチメディアってあそこやろうな、長谷川とか、まあ、北とか書いたらあそこなんやろな。キツネ153、ちょっと人来たから落ちやす。いらっしゃい、はい、しまった、水曜日やってしまってんねや、マジですか。まあ雨やしな、もう帰ろうかな。そこに日英無線、あ、アマチュア無線あるやん、そこに。アマチュア無線の店あるやん。そこでええんちゃう。チャリ持っとけよ。危ないから、チャリ。